山形県酒田市のバイク屋鈴木モータース鈴木貴弘です。今日は4月30日土曜日ゴールデンウィーク2日目になります。今日で4月は終わりなんですね。早いもので1年の3分の1が終わってしまいました。明日からはメイになります。5月ですね。明日から5月になります。そして明日はなんと5月1日ライダーズミーティングイベントあります。当店でかねてから企画しておりました、ライダーのためのライダーによるライダーのためのイベント、ライダーによる2回言いましたかね、まあ、そのイベントがあるので、これはいつもお世話になっているオイルメーカーさんだったりいろんなメーカーさん、そして問屋さんがいろんな商品を持ってきていただいて実演販売、普段経験できないような体験できないようなことも、明日はできます。あと飲食店さんもいっぱい来ていただいて美味しいご飯やデザートを振る舞っていただきます。あとアクセサリーショップの方が来てくださって、みんなでアクセサリーを、かっこいいアクセサリーを作れるっていうイベントもやっておりますので、ぜひぜひ皆さん、バイクに乗ってる方はもちろん、バイクに乗ってない方も皆さんぜひぜひ奥さんやお子さんも連れて遊びに来てください。明日は10時から、4時までやってします。